ホットロッドはクラシックカーをベースにエンジンを強力にしてルーフを低くカスタマイズされている。ホットロッドはアメリカ合衆国で1930年代に生まれたカスタムカーのジャンルである。今日ではパフォーマンスだけでなくスタイリングもホットロッドらしい特徴的なスタイルのカスタマイズもホットロッドと呼ばれている。ホットロッドの語源は不明である。一般的にはホットロードスター。 熱いロードスターあるいはホットパーシュロット、熱いプッシュロッドが短縮されたものと言われている。プッシュロッドは典型的なサイドバルブやオフ型のエンジン構成において、カムシャフトのカムに突き上げられる棒である。サイドバルブ型ではバルブと一体であり、オフ型ではプッシュロッド、ロッカーアームバルブの順で動きが伝えられる。ここではホットロッドに使用されていた アメリカで製造されていた一般的な V 型8気筒、オフエンジンのそれを指す。また、一説にはロッドは、コネクティングロッドと男性器のスラングである、ロッドをかけたものとも言われる。1920年代から1930年代にかけてのフォードモデル T や、フォードモデル A や1932フォードを使い、ボンネット、窓ガラス、屋根、バンパーなどを取り除いたり、 ピラーを切り詰めるチョップドトップを行い、ボディの軽量化や見栄えの向上を行う例が多い。さらに、エンジンの出力を上げたり、現代の高性能なエンジンに乗せ替えることもある。また、サスペンションの交換や、車高の変更を行った個体も多い。また、代表的なカラーリングとして、フレームペイントと呼ばれる火炎のような塗装を施すものがある。 ホットロットはアメリカ文化の一部となっている。この時代の段階の世代には退職後、青春時代の思いを復活させるべく再び1930年代頃のフォードを購入してホットロットマシンを自宅で作り上げる者も,もいる。ありがとうございます。